え、こんちゃん。え、ほんちゃんですね。え、こちらですね。見えますかね。現在 WBA の世界スーパーバンタム級ゴールド王者に、ロニー・リオス選手というアメリカのね選手がいらっしゃるんですけど、まあ、こちらの選手が、戦績の方が36戦33勝 16KO3 敗とで、昨日もね試合をされて、コロンビアのオスカル・ネグレテという選手を相手に、判定勝利と、うん、でこのネグレテ選手は、WBA のインターナショナル王者で、その選手と対戦して、まあ、勝利を挙げたと、うん、でこのロニー・リオス選手の、まあ、紹介なんですけど、なんとアマチュア時代にあの現在 WBC の、フェザー級チャンピオンの、ラッセル・ジュニア選手に勝利した選手というところで、アマチュアの実績もあると。でそれがですねこちらですね、2007年にアメリカバンタム級王座アマチュアの、うん、タイトルなんですけど、で2008年にも、同タイトルを、取ったと。で、2007年に、ナショナルゴールデングローブバンタム級で優勝というところで、まあ、かなり、アマチュアの、ね、段階でも強かった選手というところ でプロに、ね、戦いの場を移されて、NABF 北米フェザー級王座、WBC フェザー級シルバー王座、NABA 北米スーパーバンタム級王座の、WBA 世界スーパーバンタム級ゴールド王座というところで、まあ、戦績の方とねタイトルっていうところでももう申し分ない選手というところです。はい。でですね、プロのキャリアで見ると、あのリコ・ラモス選手に勝利で、アンドリュー・カンジオ選手というね、元 WBA スーパーフェザー級チャンピオンにも勝利と。で、あのオスカー・デラ・ホーヤのいとこにも勝利といったところで、まあ、名のある選手とは、まあ、ここの選手に勝利してますと、うん、で、3敗のうちじゃ誰に負けたのかっていうと、レイ・バルガス選手、あの元 WBC のね、スーパーバンタム級王者のレイ・バルガス選手と、現在、スーパーバンタム級の、ね、ランカーに入られてるアザト選手に敗れてると、うん、でこのアザト選手は現在 WBC 7位、 WBA で2位、WBC の、ね、北米大陸王者というところです。はい。で、まあこの選手ね、概要欄の方にあのリンク貼っときますので、そちらで確認していただければと思うんですけど、うん、やっぱり今の、スーパーバンタム級のチャンピオン、まあ、暫定含めて、6人いるんですけど、まあ、そこで見ると、うん、やっぱりねちょっとワンランク下がるかなとは思うんですけど、まあ、かなりね、スーパーバンタム級のチャンピオンのレベルが高いっていうところを見ると、うん、この選手も全然悪くはないんですけどね、うん、ちょっとあのワンランク下がるかなとは思うんですけど、まあ、かなりいい選手ですね、うん、まあ、個人的には、ボディがかなりうまいかなっていう印象を受けました。はい。っていうところで、まあ、ボディで削っていって、まあ、仕留めるっていう形なのかなと、うん、思いますね。っていうところで、まあ、ゴールド王者に現在ロニー・リオス選手っていう選手がいるという紹介でした。はい。